新徳女子高等学校は、広島県広島市南区にある、私立女子高等学校。2008年に100周年を迎えた伝統のある浄土、新州系で、広島市内中央部の国道2号線に面している。2007年より制服を変更し、中四国、九州発の L ブランドトータルコーディネート制服となって、評判を集めている。また、 同年に広島県内の私立では初めて調理師の国家資格が取得できる食育デザイン科を新設し、県内の各種コンクールだけでなく、全国大会にも出場している。さらに、2013年度からは普通科にキャリアデザインコースが誕生した。設置者の学校法人新徳学園は、浄土新州本願寺派の関係学校法人であり、学校グループ、 流国総合学園に加盟している。現在力を入れている部活には近年全国大会にも出場している。バレーボール部や2012年に全国大会に初出場を果たした卓球部、県内唯一の部である雅楽部など、バレーボール部では元 JT、小田正史監督を迎え強化を図っている。2008年に開催された 第39回全国高等学校バレーボール選抜優勝。大会広島県大会では全国大会出場場連行だった安田女子高校を破り優勝。春の高校バレーに17年ぶり4回目の出場を果たした。その後も2010年、2012年とインターハイに出場している。卓球部は2010年より中島健太監督を迎え、 2012年にダブルスでインターハイに初出場。2013年にはシングルスダブルス団体の全種目でインターハイに出場している。AKB48 グループとして初めて広域エリアの瀬戸内地方7県を拠点としている STU48 が出演する広島テレビ制作ステューデンツの収録が授業がお休みになる土日祝に 同校の教室で行われている。対決企画の収録に同校のダンス部と卓球部が参加。ありがとうございます。